こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題、一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきます。まず左の図のイロハニの件を特定しておきますね。まあ、ここは前回もやったので大丈夫でしょう。そして今回は工業の話なんですが、ポイントは2つですよ。千葉県は石油化学、長野県は精密機械ってことですね。 まず千葉なんですが、東京湾に面した千葉を京王工業地域って言います。東京の京に千葉の場ですね。で、ここでは太平洋から大量の石油が入ってくるんですよ。だから千葉は石油価格です。で、次に長野県なんですが、長野県は中央高地でしたよね。つまり山勝ちで標高が高いんです。もちろんそういう山のところって水も空気も綺麗ですよね。 で、そういう綺麗なところで時計とかの精密機械を作ってるんですよ。精密機械はとにかく埃がダメなんです。だから長野の中央高地が精密機械工業に適しているんですよ。ということで、この観点で資料を見ていきましょう。まず X を見てほしいんですが、千葉県が突出してますよね。これはまさに X が石油ってことですよ。 ということでまずは X を石油にしているうかおが候補になります。で次、今度は長野県を見てみましょう。長野の中で一番大きいのは Z ですよね。そして縦で Z の項目で見ても長野が1位となっています。だから Z は精密機械関係でしょう。じゃあ精密機械って輸送用機械器具か電子部品、デバイス、電子回路のどちらなんでしょうか ま、当然電子なんとかって方ですよね。ちなみに輸送用機械は輸送するものなので自動車とかそういったものです。別に自動車は空気がそんなに綺麗じゃなくても作れますよ。まあ、とにかく Z が電子なんとかになるはずです。そう考えると正解はうとなるでしょう。てなわけで今回は以上です最後まで聞いてくれてありがとうございました。